はい、森香です。時たまサウナ生活ということでやっております。本日はあの千葉で一番なんだサウナ液体度数が高い、スパ&ホテル舞浜ユーラシアさんに、来ました。いや、なかなかいい感じっすね。サウナが3つあって、ケロサウナっていうなんか木でできたサウナ、すごい匂いが良くて、あのアウフグースもすごくいい感じでした。で、温度がちょっと高いフィンランドサウナも、まあすごい静かで、一応テレビあるんですけど基本無音の感じで、あと外気浴がめちゃいいっすね。座る椅子はそんなにないんですけど、外気浴スペースが結構あって、そこでだいぶゆっくりできる感じですね。外気浴スペース、あとなんだ、まあちょっと微妙な点は、まあ舞浜駅から すごく遠いんでバスで、一応1時間に3本ぐらいはバスあるのかな、そのバスでまあ行かなきゃいけないのと、まあまあタクシー使っても1000円ぐらいで多分行けると思うんですけれど、あとまあ値段が結構高いですね。2500円ぐらい、なんかカード持ってたら割引500円ぐらいで2000円ぐらいらしいんですけど、まあちょっと長く、いないと損っていう感じですかね。サクッと行っていくにはまあちょっと場所的にも遠いし値段的にも高いっていう感じです。まあまあこういう大型施設としては悪くないなとは思いました。なかなか千葉まで来る機会ないですけれど、また来たら、行ってみたいです。こういうホテルっていう感じですね。はい、そんな感じで森香でした。